青木。映画妖怪人間ベムでベムたちの敵役として発表された水木有沙さんに亀梨さんがリポーターとして直撃インタビューです。さらに亀梨さんから重大発表が。まあ、俺もズムサタプロデューサーとしてねコラボ企画をいろいろやってきて、今回何がいいかなと考えたわけですよ。もっちこれ覚悟決めてきた。ちゃんと続いては亀梨総合プロデューサーから映画妖怪人間ベムの最新情報の発表です。もっち素敵な振りありがとう。さあ妖怪人間ベム、撮影中に日テレのどの情報番組もできなかったインタビュー取材に成功しました。すごい。リポーターはこの方です。早速 VTR どうぞ。かっこいい。誰だ誰だリポーターは。ズムサタリポーターのベムです。今回まさかなんとズムサタ独占で水木有沙さんのインタビューブッキングに成功しました。この先に水木さんがいらっしゃるようなので早速伺いたいと思います。アリサ待ってろよ。今回ベムさん自らがリポーターを務めてくれます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。映画妖怪人間ベムで物語のキーマンになる女性役、人間でありながら妖怪の能力を身につけた人間妖怪を演じる水木有沙さん、今回ズムサタだけに役どころの秘密を明かしてくれました。今回自分の妖怪の姿を見ていかがでしょうか。なかなかかっこいいよね。かっこいいですよ。ちなみに映画の撮影では目の色もちょっと違いますね。今インタビューでね外していただきましたけれども、はい、あの顔とかも今ちょっとこう、うん、ひび割れた感じになってますけど、これがもっとわって ねなるので。ちなみにこのさゆりさんの妖怪体は何段階かあるんですよね。はいはい、あります、4段階4段階あって、これ2段階目ですね。2段階目ということで、普段は家族思いの母親ですが、自分を妖怪にした事件の関係者への怒りが爆発すると妖怪の姿に変身するんだそうです。こちらは2段階目の姿ですが、最終的な4段階目ではビル3階分くらいの巨大な妖怪体に変化を遂げるということなんです。やはり美人は何をやっても似合うということがですね、この妖怪人間ベムで実証されてるんじゃないかと。いやでも本当綺麗かっこいい。本当、うん、ちなみにこういう風につけて今ずっと生活されてるわけじゃないですか、うん、この映画の撮影中、うん、いかがですか。あのね、右手を常にこう何かつけたりとか、うん、こっちが妖怪体になってるじゃないですか、はい、だから左手使うのが上手くなった。おそっか、これで携帯とかも打てるようになったりして。確かにそうですよね。結構普通にこう生活してる感じ。本当に貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。ということで水木有沙さんでした。さらにこの後亀梨総合プロデューサーから私望月に重要な報告があるということで撮影現場に向かうと、あれが亀梨さんですよね。亀梨さん、どうも。何やってたんですか。こうやっぱ妖怪だからね、常にこうやっぱ負けるわけにいかないから。もしかして脱ぐともう我々なんですか。妖怪だからね、ハードル上げない。そんな亀梨さんからの気になる報告とは。もっちこれ覚悟決めてきた。ちゃんと、はい、毎回もう亀梨さんに会うときはもう覚悟決めてきて3時間メイクしてますから。お覚悟いいね。いい覚悟、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 いい覚悟。じゃあ早速発表したいと思います。今回はモッチーを映画妖怪人間ベムに出演させる。ちょっと待ってください。まあ、これまでね数々いろいろやってきましたね。信田プロデュースたった一つの声と、はい、僕の中でね、あの最多共演女優さん。共演になるんですかね。最多共演女優に与えられる役どころとは。詳しい情報を得るためにこの映画の監督のもとへ向かうと、あの台本上本当に重要なシーンですけど、モッチさんに実はぴったりの役を。というね、
そう、何、何、何出ちゃうんですか。気になるじゃない、ちょっと何なの、どんな役なのか、ちょっとこれ、ど本当に重要なシーンです。シーンが重要ですよね。なんですよ、かなり頑張ってた。モッティさんでいいですか、亀梨さん。変更も聞きますよ。監督のキャリーが OK って言ってるんですよ。これぜひ12月15日公開を楽しみに、はい、いや水木さんの、ね、業界も、ね、楽しみですからね。引き続き亀梨総合プロデューサーには映画妖怪人間ベム情報よろしくお願いします。妖怪妖怪いやダブルできましたね、まあ、並外れた能力を持つ妖怪人間ベムに続いては、並外れた才能を持つモテ男の映画をご紹介します。